シガニー・ウィーバーはアメリカ合衆国の女優。シガーニー・ウィーバーとも表記される。1975年、コンスタント・ワイフで舞台デビュー。以来、演技派として注目を集める。映画は1976年イスラエルで撮ったマッドマンでデビュー。1977年、アニー・ホールの配役で、米映画デビュー。身長5フィート11インチ。 エイリアンシリーズのエレン・リプリーで有名。父・シルベスターとニューヨーク・シューマンハッタに出身。父親は、テレビ局の重役、プロデューサーのシルベスター・パットウィーバー。母親は、イギリス人の女優エリザベス・イングリス。自分の名前が気に入らず、長身の自身にふさわしい長い名前をと、小説、グレート・ギャツビーの登場人物。 シガーニー・ハワードからとって14歳の時から、シガーニー・ウィーバーと名乗っている。スタンフォード大学で英語を、イエール大学のスクール・オブ・ドラマで演技を学び、1975年には、ジョン・ギール・グッド演出、イングリッド・バーグマン主演の舞台、ザ・コンスタンス・ワイフに、演出助手としてつくとともにアンダースタディも得るが、限定公演のため出番はなく、ブロードウェイデビューとはならなかった。 その後は、オフブロードウェイの舞台等に出演するようになり、クリストファー・デュラング作品などで活躍。映画に進出すると舞台から離れるが、1984年には、マイク・ニコルズ演出で、デイビッド・レイブ作、ハリー・バリーのダーリーン役で、ブロードウェイデビューを飾り、トニー賞助演女優賞にノミネート。1977年に、ウディアレンのアニー・ホールの小さな役で、 映画デビュー。1979年公開のエイリアンでエレン・リプリー役を勝ち取り、1997年の第4作までシリーズ化している。エイリアン VS プレデッターにも出演のオファーがあったが断っている。1988年、ワーキング・ガールでゴールデングローブ賞女演女優賞ダイアン・フォッシーを演じた愛は霧の彼方にて ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞し、アカデミー賞にも、両作で、ノミネートとなった。2012年、ドラマ、ポリティカル・アニマルズでドラマ初主演。2016年、第64回サン・セバスティアン国際映画祭で、ドノスティア賞を受賞。私生活では、1984年10月に、演出家ジム・シンプソンと結婚。 1990年に一女が誕生している。イエール大学演劇大学院時代のクラスメイトにメリルストリープがいる。14歳の時にビートルズのハリウッドボール公演を見に行ったことがあり、それが縁でドキュメンタリー映画、ザ・ビートルズ、エイト・デイズ、エイ・ウィーク、ザ・ツーリング・イヤーズにインタビュー出演することになった。専属の声優はいなかったものの、ヤナガ・カズコが、 最も多く担当した。エイリアンシリーズでは、前作を、高田直子と、戸田・恵子が担当し、ゴースト・バスターズシリーズでは、小松ズカ・衣が担当した。他には、鈴木ヒロ子や田島・レイコが複数回担当している。ありがとうございます。